お花紙を使ってふわふわの桃の花を作りましょう。お花紙は五色鶴の桜と桃を使いました。お花紙を半分の半分に折って、それを3分の1に折ります。折り鶴用の折り紙で型紙を作ります。まず折り紙を十折りにします。一番短いところを開いたら、花びら1枚分の形を描きます。元のように折って切り取ると、花びらが5枚のお花ができます。先ほど折ったお花紙に当ててみて、少し小さめになるようにしましょう。大きすぎるときには周りを少し切ってください。お花紙を半分に折り、輪の方から型紙で挟み、クリップで留めます。薄くて切りにくいお花紙もこうすると切りやすくなります。型紙の少し外側を丁寧に切っていきましょう。クリップを取り、ちょうど真ん中で広げます。それぞれの花びらの真ん中に折り目をつけていきます。全部の花びらに折り目がついたら、真ん中がくぼむように折り癖をつけます。もっと簡単に切れる方法があります。型紙で挟んだら、切る前にお花紙ごと折りたたみます。ハサミの奥の方を使って力を入れて切れば、一気に花の形が切れます。花びらの真ん中の折り目もだいたいついているので、それに従って折っていきます。これで2色の花が12枚ずつできました。おしべは桃色の花の切りくずを細長く切って作ります。集めやすいように下にいらない紙を敷いておいてください。重なっているところをよくもみほぐしてふわふわにしておきましょう。2色の花の真ん中に水のりをつけて貼り合わせます。のりがついているところを切りくずに押し付け、軽く押さえてなじませます。お花を重ねる順番は、濃い方が上でも薄い方が上でも構いません。いろいろ作るとニュアンスの違う花ができます。お花に丸みをつけるには、ピンポン玉ぐらいの玉を入れてぎゅっと握ります。玉は紙くずを丸めて作ったものでいいのですが、持ち手がある方が作業がしやすいので、タンポを使いました。色紙や壁面飾りに使うときには、枝のところに糊をつけて貼ってください。立体的な可愛いお花が咲きます。花瓶に飾りたいときには、まず枝を作ります。チラシの棒の先に楊枝を貼り、補強をしてから茶色のフローラテープを巻いていきます。チラシの端を茶色に塗っておいてから作る方法もあります。色を塗ってない方を上にして、くるくると巻いていくと茶色の棒の出来上がりです。色がついていないところがあれば後から塗ってください。少し幅広めに色をつけておくと手間が省けます。この枝に木工用ボンドで花を貼っていきます。先の方からくるくると回しながら貼っていきましょう。開いた桃ばかりなので、満開に見えるように間を詰めて貼っていきます。3分の1ほど貼ったら出来上がりです。何本かまとめて花瓶に刺すと豪華に見えます。花瓶が深い場合は、根元に竹串などを差し込んで高さを調節してください。
大きな紙を使ってチラシ棒を作る方法もあります。2月の壁面飾りやおひな様の飾りなど工夫してお使いください。